木戸孝一、木戸孝一、木戸孝一、明治22年、1889年7月18日、昭和52年、1977年4月6日は、日本の官僚、政治家、公爵。昭和天皇の側近の一人として、東条秀樹を内閣総理大臣に推薦するなど、太平洋戦争前後の政治に関与した。敗戦後に、GHQ によって、 戦争犯罪容疑で逮捕され、極東国際軍事裁判において、終身刑の永久戦犯となったが後に、仮釈放された。明治二十二年、八百八十九年七月十八日に、東京赤坂において、公爵、木戸高政の長男として生まれた。父の木戸高政は、明治の元君である、木戸高義の妹春子と長州藩市栗原、両蔵の長男である。 学習院高等科では、原田熊を、織田信爪などと同級だった。この F 踏マロは一学年下にあたる。学習院高等科から出たものは、東京の大学が満員だから全部京都大学へ、行けというような話があり、木戸、原田、織田は、京都帝国大学法科大学政治学科に入学し、川上はじめに四粛した。同校卒業後は、農商務省へ入省した。 農商務省が農林省と商工省に、分割の際は商工省に属することとなる。大正4年、1915年に農商務省に入り、農務局で産資業改良の調査から、水産局事務官、公務局公務課長、同会計課長、産業合理局部長などを歴任する。父の死去に伴い、大正6年、1917年8月30日、 公爵を就職し貴族院公爵議員に就職した。1945年12月27日、辞任。商工省では、臨時産業合理局第一部長兼、第二部長を務め、吉野信二と、岸信介が起案した、重要産業統制法を岸とともに実施した。昭和5年、1930年、友人であった、小野江文丸の抜擢により、商工省を辞し、 内大人府秘書官庁に就任。昭和11年、1936年2月26日から2月29日にかけて、日本の陸軍行動派が起こした2.26事件では、杉山本や東条秀樹をはじめとする陸軍、統制派と連携して、事件の処理を行い、その功績を昭和天皇に認められ、中央政治に関与するようになる。昭和年、 1937年の第一次、この内閣で、文部大臣、初代厚生大臣、1938年1月11日、就任、昭和14年、1939年の平沼内閣で内務大臣を歴任する。文部大臣兼厚生大臣として、昭和15年、1940年に、開催予定であった。 東京オリンピックの開催権返上を決定したのが、木戸である。昭和15年には、この絵と、有馬頼康安と共に、新党樹立に関する覚書を作成し、この絵新体制作りに関わった。昭和15年から昭和20年、1945年に内大臣を務め、従来の元老、西園寺金持や、元、内大臣、牧野信明に代わり、 昭和天皇の側近として、宮中政治に関与し、宮中グループとして、学習委員時代からの学友である、この絵踏み丸や原田熊浦と共に政界をリードした。新英米派でも自由主義者でもなかったが、新独派として知られた。貴重面な官僚主義的性格の持ち主で、天皇の信頼は厚かった。西園寺が主犯使命を辞退した後は、孝一が重臣会議を主催して、 主犯を決定する政治監修が定着、終戦直後に至るまで、後継総理の推薦には、高一の意向、判断が重要となる。とりわけ昭和十五年十一月に、西恩寺が皇居した後は、喜戸は主犯指名の最重要人物となった。海戦の是非をめぐるこの江とり海軍との圧力と、日米交渉の行き詰まりによって、第三次、この江内閣は、 昭和16年1941年10月に総辞職した。後継候補としては陸軍将官でもあった東国宮敏彦王による皇族内閣が東条も含めた広い支持を集めており、この絵もこの案を昭和天皇に創上した。ところが天皇はもし皇族総理の際一万一戦争が起こると、 皇室が改選の責任を取ることとなるので良くないと思ったために否定的であった。そこで内大臣室にて辞表提出後のこの絵と後継について密談した木戸は、及川小四郎会長と、東条秀樹陸将の名を挙げるも、及川では陸軍が陸将を出さないだろうと反論される。こうして、後継候補決定に最も影響力を有する二人の間では、登場指名で固まった。 同月十七日に宮中で開かれた重臣会議において、林千十郎から東国の宮の出馬を求める声が上がった。これに対し、一万一皇族内閣の決定が改選ということになった場合を考えると、皇室をして国民の縁慕たらしむる恐れなきにあらずと述べ反対、下木戸が登場を押す。すると、若月礼次郎には、 東条では外国に対する印象が悪くなる、木戸の考えは、焼け野うん八ではないか、と反論された。かといって、及川では、陸軍の同意が得られぬと、海軍出身の岡田圭介と、与内三政が述べると、代わりのうがき一世であっても同様と、安倍信幸が発言した。他にこれといった人物も上がらぬ中、最終的に、安倍、広田幸樹、 原義道からの賛同を得た木度は、その日の午後に天皇へ登場を後継内閣主犯とすることを放道した。木度が登場を推挙した理由としては、様々な説が唱えられてきた。木度は戦後になって、当時すでに台米戦争の開戦と敗北は必死であると見ており、皇族が開戦時の首相では問題になると考えたと述している。 対米海戦を主張する陸軍を抑えるには、現役陸軍大臣で実力者である東条を使うしかなく、また、東条の昭和天皇に対する忠誠心は非常に強いので、首相になれば天皇の意向に沿って海戦反対に全力を尽くしてくれるだろうとの考慮があったとされることも多い。昭和天皇も東条の主犯使命を聞いて、苔血にいらずんば、苔を得ずだね。 とコンとしていることもこの説の傍傷となっている。既度も日米戦争の焦点となった死が中平問題について鉄兵には絶対反対の姿勢をとっており、同じく陸軍統制派の杉山本参謀総長や東条秀樹陸軍大臣とは連帯関係にあった。第二次世界大戦初期こそ東条内閣を支えたが戦局が不利になるとは平和重心と提携して、 東場を見限り和平工作に傾倒した。1945年1月には天皇の求めに応じ各重心の液見を手配し、戦争の見通しや人事政策などに関する意見を述べさせたが、この液見が全て終了したのは2月に連合国側がヤルタ協定を締結した後であり、結果的に終戦工作は失敗した。東場内閣。 ポイソ内閣の総辞職を経た戦争末期には、重光ミツは二人で抽選工作に取り組み、6月には和平方針案の木戸試案を作成。鈴木貫太郎内閣の面々や陸海軍に和平方針を解いて回るなど、和平派の中心人物の一人として動いた。徹底抗戦を主張する陸軍に木戸試案を納得させたことで和平への動きは大きく高まることになった。 その反面、暗殺計画が持ち上がるほど、本土決戦派から疎まれた木戸は、8月15日未明には、横浜警備隊長であった、佐々木武雄陸軍隊員を隊長として、横浜高等工業学校の学生らによって、構成された国民神風隊によって、平沼や鈴木と同様に自宅を焼き討ちされた、宮城事件。極東国際軍事裁判、東京裁判では、 昭和天皇の戦争責任などに関して、自らの日記、起土日記などを証拠として提示した、東京裁判記の日記と合わせ交換されている東京大学出版会。日本語で372枚にも及ぶ、先生教述書で、隠すところなく、恐れる,るところなく、いかに自分が軍国主義者と戦い、政治的には非力であったかを述べ、当時の政府や軍部の内情を暴露して、 天皇免相に動いた。しかし、結果的には連合国との改戦に対して、明確に反対しなかったことから、イギリス代表権事であるアーサー・エース・コミンズカーからは、天皇の秘書であるなら、新英前派であった天皇の意向に沿って、行動するのが道徳であろうとして、不中の人間であると強く批判された。結局、既度の日記や証言は、天皇免相の決定的証拠にはならず、 東場の証言によって、天皇の面相は、最終的に決定することになった。この、木戸日記は、軍人の被告らに対しては不利に働くことが多かった、ため、軍人被告の激しい怒りを買うことになった。武藤明や佐藤健良は、菅も高地署と法廷を往復するバスの中で、孔一のことを指さしながら同情の笹川良一に、向かって、笹川君、 こんな嘘つき野郎はいないよ。我々軍人が悪く言われることは別に腹は立たんが、戦時中、国民の戦意を破砕することに努力してきましたとは、なんということを言う奴だ。この大和歌野郎がと破棄して、それを聞いていた橋本金五郎も、本来なら、こんな奴は締め上げてくれるんだが、今はそれもできんでねとののしり、高一もこの時ばかりは、顔を真っ赤にしてうつむきながら、 手持ちの新聞紙で顔を覆いい隠したという。その気度も、終身禁固刑の判決を受け、服役する。なお、高一に対する、判事団のジャッジは、荒木貞夫、大島博島田茂太郎と並んで11人中5人が、死刑賛成、といったわずか1票差で死刑を免れたという、結果だった。昭和30年、1955年に健康上の、 理由から仮釈放され、大磯に引退する。後に、青山のマンションに転居する。昭和44年、1969年、三次の際には、昭和天皇から玉物税を可しされている。また、木戸日記については昭和42年、1967年に、大久保利明は瀬田大学講師を相手に、政治談話として、 内大臣時代、1940年1945年の話を録音しており、昭和49年1974年制作の海外ドキュメンタリー、記録第二次世界大戦でもインタビューに出演している。昭和52年1977年4月6日、宮内庁病院で単重性肝硬変のため87歳で没した。遺骨は、 東京都府中市多摩町の多摩霊園に埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。